凛ちゃん冴えてるね。まさに名案ある。名案ってなんだよ。勝手に決めんじゃねえよ。おお、ソラ君か。おお、そうか。まあ、わかるよ。おい、みんな。今日もソラ君が来たぞ。今日は誰と見回りに？グラー！腐れゴリラ。おお、てめえ今日という今日は許さねえぞ。その土玉ぶち抜いて剥製にして大江戸自然科学館に寄贈してやる。松平のとっつぁん、一体何なんすか。ああ、心当たりないってか。知らない知らない、何にも知らない。神社の裏でエッチな本拾った小学5年生の夏以前くらい何も知らないっすよ。てめえらのせいでな、今日もおじさんはあちこちからネチ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 言われちゃってんだぞ。分かってんのかこら。一体何をそんなにネチ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 言われることがあるって言うんすか。知らばくれんな。てめえらが痛いけな子供にストーカー行為させたり、マヨネーズ一気食いさせたり、なんか呪いみたいなことさせたり、セクシー相撲をさせたりしてることはとっくに割れてんだよ。セクシー相撲？え、そうだ、おめえだよ。おめえの身柄はよろず屋の天パ野郎に預けたはずだろうが、なんで新選組に出入りしてんだ。落ち着いてくださいよ、とっつぁん。こいつなんでか俺たちに懐いてんだ。それだけのことだって。俺たちもこいつと一緒にいると、なんつうか純粋だった頃を思い出すんだ。夢のために生きようとしていたあの頃をよ。そうだったのかい。おじさんはおめえらが集団でショタコンに目覚めたのかと思って心配だったんだ。え、そうだった。さっきの心配してる感じだった。なんかすっげえ怒って。心配すると怒っちゃう悲しい生き物なんだよ、おじさんってのは。娘の彼氏とか殴っちゃうのはそういうことなの。そうだったんすか。とっつぁん、そんなに俺らのこと心配して。今度とっつぁん。やあ、危ねえじゃねえか。あ、これも心配してるってことだから。心配するために人を危険な目に遭わせるんすか、あんたは。つまりよ、今度新選組に悪い噂が立ってるわけよ。は？
子供を無理やり働かせてるひどい奴らだっていう市民からの投書があってな、幕府のお偉方がその投書をたまたま見しまったんだよ。そうっすよ、無理強いしたことなんて一度もないっすよ。おめえらがそういうつもりでも悪口言いたい奴にとっちゃ格好のネタになってんのさ。噂となって広まるうちに王妃れもつく。そんなことになってたんすか。だからよ、おめえはもうここには来るな。新選組は危険な任務を受け負う命知らずの集団なんだ。子供は子供らしく公園にでも行ってな。待ってくれとっつぁん、そんなのあんまりだぜ。ようやくこいつも俺たちに心を開いてくれたとこなんだ。それなのに。いつから新選組は幼稚園になったんだ。ああ、なんすか幼稚園って。言われたのはせいぜい動物園ぐらいっすよ。それは俺がゴリラだからだけど。あ、自分で言っちゃった。こいつがここにいてもし命の危険にさらされたらどうする。守ってやれる自信はあんのか。それは自信ならあります。俺たちは江戸中の市民を守るために日々働いてるんだぞ。子供一人守るぐらい造作ない話で。そうじゃないですか近藤さん。まあそうだな。とっつぁん、俺たちは何があってもソラ君に危害が及ぶようなことにはしねえ。そうか、お前らがそこまで言うなら。だー、暴力反対。てか納得してないなら口で言って。あ、ごめん、感極まって思わず撃っちゃった。あんた一体いくつ心にトリガー持ってるんすか。触るものみんな傷つけるギザギザハートですか。でもよ近藤、俺が納得しても噂を信じちまった市民は納得しねえぜ。おめえらとその空とかいうガキが本当に心から仲良くしてるんだという場面でも見ねえ限りはよ。そうか、じゃあ俺と手をつないで江戸中を回るか、ソラ君。なんだよ、なんでそんな嫌がるんだよ。あれか、ゴリラと散歩してるみたいで嫌だとかそういうこと思ってんのか。とっつぁん、それに近藤さん、俺にいい考えがありやすぜ。そう、なんだ、言ってみろ。バンドでさ。は？バナナ？お前まで俺がゴリラだからってそんなこと言うのか。そうなのか。無理やりなボケはやめてください。バしか合ってねえですよ。俺が言ってるのはバンドですよ。音楽演奏するあれでさ。実は今日とあるバンドオーディションが行われるっていう話を聞いたんでさ。それがどうしていい考えなんだ。音楽の力ってのは侮れないもんです。一緒に楽しそうに音楽やってりゃそいつらは仲がいいって人は思うもんでさ。つまり俺たち新選組と空が一緒にバンドを組んでオーディションで合格し、その様子が広く知られるようになれば、俺たちをめぐる黒い噂なんて一気に消えるってもんでさ。そうなのか。なんかえらく気の長い話に聞こえるんだけど。
る。とっつぁん、また？いい、それいい。おじさん感動した。それ行ってみよう。だ、俺、あんたの心のトリガーが全く分かんない。ま、こうしてとっつぁんのお許しもいただいたことですから、やりましょうぜ。まあ、俺はいいけど、他のやつらやるかな。なんか反対されそうな気が。その点なら抜かりありえせん。おお、誰だ。俺の手に接着剤でギターをくっつけたやつは。俺の手にはキーボードが鎖でつなげられてる。ラケット、ラケットは。みんなやる気満々でさ。そうだな。でも肝心の空くんはどうなんだ。そうか、楽器なんかの担当はどうする。好きなの選んでください。残ってるのはボーカル、ベース、ドラムスだけですがね。あ、そんじゃまず空くんから選ぶといい。バンドの楽器で何をやりたがるかって結構性格出るんだよな。俺が性格診断してやるぜ、空。ほれほれ、選べ選べ。なるほど、あんまり前面には出てこないが、状況をコントロールしようという意識は強い。影の実力者タイプですかい。でもな、悪いが新選組で影の実力者といや、俺を置いて他にはいねえんだ。ベースは俺に譲っちゃくれないかい。そうだな、影で糸を引いてるといえばやっぱり相互だからな。じゃあ坊主はドラムスってことで。そんじゃ一通り決まったところでおじさんは帰るわ。よし、とっちゃん、お疲れ様です。ああ、今度なんすか、とっちゃん。ガー、いちいち発砲すんのやめてくださいって。おじさん、心配でしょうがねえんだよ。お前らがオーディションでちゃんと立派にやれっかどうか。どうって毎日あっさり落ちたりしてみろ。新選組のイメージアップをしようっていうこの作戦は完全に逆効果じゃねえか。それどころかひいてはこの国の警察組織そのものへの冒涜だからな。何が言いたいんすか、とっつぁん。つまり絶対オーディションに受かってこいよってこった。落ちたらおめえの命はねえと思え。命かけんすか。当たり前よ、男は何でも命かけんのよ。ご飯にかけてサラサラいっても結構いけるんだ、これが。わかったぜ、とっつぁん。俺の命にかけてこの新選組バンド成功させてみせるぜ。うー、期待してるぜ今度。何、松平のとっつぁんのことだ。何も本気じゃねえさ。
それぐらいの心意気でやれってこった。が、耳かすった。痛かった。あ、ごめん。また打っちゃった。今度は何の心配っすか。今のは威嚇だよ。俺は本気だぞってな。心してかかりやがれ。はい。わかるぼい。よし。それじゃあ、俺の命かかってるからな。みんな練習するぞ。どうせなら土方さんの命もかけませんかい。そんなことしたらおめえが絶対手抜きするからダメだ。うわあ、ラケット、ラケットどこ。おめえはちょっとミントンできないぐらいで禁断症状出してんじゃねえ。こんな感じでどうだ。ま、ざっとこんなもんでさ。意外とやってみればできるもんだな。そらくんも結構いい感じだったじゃないか。しかし心配なのは。知らずの猛者が行く。いつ新選組。近藤さんだけですな。バカ野郎、ボーカルはうまきゃいいってもんじゃねえ。俺はこれで味があんだよ。だけど時には涙が出ちゃうの。だって男の子だもん。味ですかね。あ、おっと、そういえばそろそろオーディションに出かけなきゃいけない時間ですね。ここが会場か。審査員はどこにいるんだ。もしもし、誰かいませんか。おう、バンドのオーディションを受けに来た者どもじゃな。待っておったぞ。さあ、入るがよい。な、王子がなんでここに。ここバンドのオーディションっすよね。審査員は一体どこに。余が審査員じゃ。はあ。このオーディションは余の会社の専属アーティストを決めるためのものじゃ。だから審査員は余なのじゃ。土方さん、帰りやすか。そうしたいのは山々だが、でもな、これには近藤さんの命がかかってんだ。そう簡単に諦めるわけにいかねえ。そうっすね。気は進まないけど、やるしかないっすね。